今回はこの SH モンスターアーツの、ゴジラ2019年イベントエクスクルーシブカラーエディションを開けてみたいと思います。で、まずこれが、パッケージの正面ですね。かなり、かっこいいデザインとなってます。まあ、絵ですが。で、裏がこんな感じで、中身がこう見えるんですね。この青いゴジラのクリアの形がこう外からでもこう見えます。で、あんまりこうあんまり説明が載ってないですね。はい、では開けてみようと思います。よし、こんな感じです。すごい色がやばいな。めっちゃ青。はい。ちゃんとこのエフェクトパーツもついてるじゃありませんか。あ、なんだっけ。口のやつか。はい。こんな感じかな。はい、はい、これが、このフィギュアの姿となっております。で、見ての通り全面ブルーですね。なので黒とかのああいう色はもう使われておりません。で、ちょっとこの背びれがこう白っぽく、ちょっと白っぽくなってますね。外せるようになってんのかな。あ、そっか、なるほど。このパーツとこのパーツをつければこう火が吹けるようになるので、あとはこの顎を外して入れちゃえば、あの火吹いたバージョンができるって感じですね。こうなる予定なんですけど、こう中にこう入れないとダメなのね。口に押し込まないと厳しいっすね。で、これでエフェクトパーツをつければなんとか、おい、火を吹いた。だけどなんかあれだね、ちょっと重い、この口に入れてるものが重いので落ちたし口に入れてるのが重いからこう上は向けないっぽいね。ずっと下向いてる。下しか向けないかもしれないですね。これバーバーで、これ顔は絶対上向けない。これこう上体を起こして、もう無理か無理か無理っすこう一応取扱説明書にはこう何こう前の SH モンスターズと同じようにこう首がちゃんと上まで上がるってなってるんですけど、やっぱなんか僕の上がんないんですけど、何なの、あれか、ちょっと弱いのかなで、このなんかこういうのもついてました。この何これ、カード、うん、こんなのがついてます。この、SH モンスターアーツの、ゴジラ2019イベントエクスクルーシブカラーエディションを開けてみました。で、かなりこの雷がすごいな、この光を、太陽の光とかは
を通すとかなり、透明感が分かりやすく綺麗ですね。あなんかこうライトとか当てるともっといい感じでなんかいい雰囲気を出せそうな感じがします。でいいっすねこれ。これなんかイベント限定って書いてあったんですけど、まあ自分はどのイベントかよくわかんないです。行ってないです。行ってないけれども、まあ、なんか普通に買えたんで買っちゃいましたが、いいっすねこういう、なんか限定品っていうのにはちょっとやっぱ手が出ちゃうんですね。なんかどうしてもこう喉から手が出るほど欲しくなっちゃうんですねこれは。でこの SH モンスターアーツのファンの皆様もこれはちょっといい感じだと思うんで買ってみてはいかがでしょうか。そんなに高くもないんで、はい、では終わろうかな。はい、以上です。ご視聴いただきありがとうございました。